山陰の飲食店を中心に精肉を卸している花房、実は緊急事態宣言拡大の影響が出ているといいます。鳥取県産の精肉を飲食店などに卸している花房、岡山にも営業所を構えていて、岡山広島の飲食店にも肉を販売しています。そのため緊急事態宣言のエリア拡大は大きな打撃です。岡山、広島は得意先も結構な数がいて、ちょっと状況的にはかなり厳しい状況ですね。冷蔵庫を見せてもらうと、卸販売用のお肉の在庫ですね。在庫の回転もやっぱかなり鈍くはなってきて、多くなってますね。冷蔵庫内には在庫が山積み状態。近隣での緊急事態宣言に山陰の人々も警戒を強めていて、地元の飲食店からの肉の需要も大きく減少していますが、肉の賞味期限は待ったなしで近づいてくるため、手立てを講じなくてはなりません。在庫さばくのがっていうのもありますよね。そうですね。まあ小売店とかでお肉を販売させてもらったりとか、まあ、そういうところでも少しでも在庫が回転するような取り組みっていうのもちょっと考えていかないといけないのかなと思ってます。影響は道の駅にも。広島県、さらには岡山県と山陽県の客で人気のこちらの道の駅、緊急事態宣言後初めて迎える週末、人の流れはどうだったんでしょうか。出雲市氷川町にある道の駅湯の川、広島県とのアクセスがよく、普段は多くの客でにぎわいますが、ゴールデン区、こちらの方は宿泊の方含めて結構ご来店もありましたんで、結構お客様の方帰ってきたのかなというふうに感じ取りましたけど、この週末だったんですけども、岡山広島で緊急事態宣言が出たということで、やっぱり山陽方面からのお客様も非常に減少したのかなと。山陽県への緊急事態宣言の影響もあって、2年前の同じ時期と比べると利用客は4割も減少しました。こうした逆境の中、県内にある道の駅のうち13カ所が連携して、各駅で取り扱う商品を集めたコーナーを設置しました。今できる近場の連携で何とか売り上げにつなげたい考えです。今はやっぱり連携を取るところは取って、どういう形で踏ん張るかと頑張るかということだと思います。